the way to the bag, boy, you know I push the gas. もう今現在フィッシングショー、オンラインフィッシングショーやってますよね。ジャッカルでも公式の YouTube で番組がねこう出されてるので、ぜひこちらをご覧いただいて、こちらでも、新製品はもちろん発表になってます。で、僕ね今実は近所の水辺に行って今ある新製品泳がしてきました、はい、そして水中動画撮ってきましたので、ぜひこの僕なりのこの使用感もちょっと交えながら紹介していきたいのと、そこに水中映像なんかもねちょっと交えていきますので、皆さん多分物を見ただけだとね、どんな泳ぎするんだよとか、どういう場所で使ったらいいかイメージ湧かないよっていう方多分いると思うんで、ぜひその水中動画もねご覧いただきながら、はい、進めていこうかなと思います。で、まあ一部ではあるんですけれども、いくつか多分出てくるんで、概要欄ですね、このチャンネルの概要欄に何分からどんなルアーがっていうのも書いておいたんで、自分の見たいルアーがあればその概要欄を見てね、そこにシークバー合わせてもらって、そこから見てくださいということで、いってみましょう。さあ、まず冒頭にあったダウズスイマー400、このスーパービッグサイズがね、出るんですけれども、これはね、オンラインショー限定発売ということで、それ以外まず一つ目になります。はい、一つ目はこれ、これもでけえぞ。はい、スリークマイキーです。まあ今まであったね、スリークマイキーはまあもうちょっとちっちゃいサイズがあったんですけれども、これね160です。160、僕のこの手のひらよりも長さはある、感じですね。まあ一番こう最大サイズになります。で、このまあスリークマイキーね、最近だと四国旧吉野川のタカさん、赤松プロがまあブレードにこうブレードアラバマかな、ブレードアラバマのセンターにこのスリークマイキーをつけてね、ちょっとアラバマチックな感じで使ったりだとか、まあ、僕自身も、結構まあ弱い巻物としてね、まあ使っていったりだとか、あと管理釣り輪でも結構使ったかな、まあ、そういうこう管理釣り輪でもすごく強い巻物のイメージがあるこのスリークマイキーなんですけれども、まあ、でっかくなりました。でっかくなったんですけれど、基本的にはやっぱりこうスリークマイキー独自のそのタイトアクション、ジョイントベイトでビッグベイトチックなんだけど、やっぱりこのタイトなアクションっていうのはまあ持ち味として、あって、まあ、たまに僕はドッグホーク入れて水中で誘ったりもするんですけれども、まあ、基本的にはこうスローリトリーブからもう早巻きに対してもこう細かいタイトなアクションがすごくこうやっぱ持ち味として出てるかなっていう。でなおかつやっぱりサイズがでっかくなったことによって、よりその一等地にいる一番いい魚をこれで引っ張っていきたいなっていうのが狙いですね、僕なりの狙いになりますね。はい、なんでまあ季節によってね、日本でもこうちっちゃいベイトがメインベイトになってる時とか、もしくはやっぱり大きいねベイトを捕食していたりだとかっていう時もあったり、こうタイミングによってベイトのサイズっていうのも変わってくるしね、バスが意識しているようなこうタイミングっていうのも変わってきます。ボラとかになるのかな、あとは落ち合いとかね、まあ、そういうこう細身のベイトフィッシュってやっぱり泳ぐ力も弱いというか、水をかく力っていうのもやっぱ弱い魚なんで、そういったこう魚がいる時とか、まあ、ハイプレッシャーだったり水質がちょっと濁りが抜けちゃってね、クリアアップ気味かなっていう時にこのタイトアクションが効きます。でさらにシルエットが大きくなったことによって、やっぱり一撃必殺のそのでっかい魚が食ってくる可能性も、可能性としては大いにあるということで、まあ、僕自身ね基本的にはまあこの冬もビッグベイトやり込んでるんで、かなり楽しみなというか、早く使ってみたいな、自分でちょっといじったりもしながら使ってみたいなと思ってるのがこのスリークマイキーの160です。はい、来月下手したら2月ぐらいには発売になるかもという感じのルアーです。はい、2つ目、じゃん、はい、来たこれはやばいね、これはめっちゃ僕好きかも、すごく良かった、もうなんかイメージがパッと湧いた感じ。はい、スイングマイキー115で
です。はい、マイキーシリーズなんかちょっと増えましたね。はい、増えたんですけれども、このスイングマイキー115もう見た感じかなり扁平ボディです。はい、なんでまあ船とかね、ブルーギルとかっていうちょっとこう縦扁平な魚をこうまあバスが捕食していたりね、こう意識していたりっていうところで、まあジョイントがまあ2つあって3連ボディになってますね。かなりこう生めかしくまあ泳ぎそうな感じなんですけれども、まあこれあのフローティングなんで巻いたら潜ります、止めたら浮きます。なんでこの水面でねゆっくり誘ったりだとか、あとはトゥイッチロッドアクションを入れることによってこう体をくねらせながらね、でも尻尾はちょっと浮力が高いから尻尾は水面にあるんだけど、こうボディをこうくねらせながら短い移動距離でこう首をねしっかり振ってくれるんですね。でまあ、あのウェイト調整とか、まあ、僕したらちょっと面白そうだなと思ってるのは、まあ、水中でね、まあ、サスペンドかスロープローティングぐらいにして水中でこういう動きを出しても面白そうだなっていう感じ、まあ、とにかくねちっこく移動距離を短くこの首振りアクションができるよっていうところで、まあ、基本的にはこう巻いて使ってもいいんだけど、サブサーフェイス、サーフェイス、うん、まあ、トップウォーターですよねっていう感じで波紋を立てながらゆっくり巻いて泳がしてくるとか、水面で移動距離を抑えたテーブルターンで誘うってこともまあできます。はい、でまあこう倒れ込むようなロールアクションっていうのがやっぱり出やすいこの縦扁平ボディのルアーなんで、ロールを抑えていくためにお尻がなんていうんですかね、お尻がこうフラットになってるんですね。はい、まあ、このお尻の形状によってこう倒れ込むようなアクションをこういう抑えてあげてる、うん、よりアクションレスポンスが上がるように、まあ、このテールの形状も工夫されていると、はい、いう感じで、まあ、このまま使ってももちろんいいんだけれど、まあ、ウェイト調整したらさらに水中で誘える幅が広くなる、はい、ルアーになるんじゃないかなと思っててめちゃくちゃ楽しみですこれ。はい、ということで、まあ、ミディアムからミディアムヘビー、うん、とかの、まあ、皆さんが普段お持ちのベイトタックルですね、はい、これを使ってもらえればもう十分投げれます。まあ、細かいところはちょっとね水中映像を見てもらえればいいと思うんですけどね、これいいですよね、この動き生めかしい、ね、そしてこのテーブルターンですね、ボディをくねらせながらドッグホグしてます、首振ってます、はい、ということで移動距離をかなり抑えた首振りアクションですね。はいはい、ということでなんとなくイメージ湧いたでしょうか皆さん、これがスイングマイキーの115です。予定はですね4月頃発売という感じみたいです。はい、お楽しみに。続いて3つ目はですね、バスピノっていう、まあこれもちょっと新しいタイプの、ルアーです。実はね手持ちはないのでちょっと写真でご覧いただきたいんですけれども、このリップがちょっと長くなってて、こうなんていうんですか、バナナキュウリみたいな曲がったような形状のボディですね。はい、でこれはね、まあほぼ表層系、うん、水面直角ぐらいをこうゆっくり巻きながらね、誘っていくっていう感じで、まあ渚とかピクピク、まあこれにちょっとね近しいようなジャンルの、ルアーで、まあ、ベイトフィッシュ、まあ、オイカワだとか、まあ、ワカサギとかね、あとはアユとか、まあ、こういった細かい弱いベイトフィッシュ、これをバスがこう捕食対象としているタイミングで、なおかつ上を向いているよって時なんかは、まあ、すごくね、効果的な感じかなと、個人的には思ってるところですね。でこのボディをねかなりこうくねらせながら動くっていう感じで、結構ねフラッシングもやっぱ強いと思うんで、まあ、波風がねあるような条件、うん、例えばちょっと愛知でちょっと弱いとか、ピクピクだと魚まだ呼べないっていう時なんかも、これぐらいねこうリップが水を噛むことによって、しっかりとこうボディに動きを伝えます。それによってしっかりフラッシングも出ます、動きも出ますっていうところで、うん、まあ波とか風が少々あるようなタイミングでも、魚をね、上まで呼び込んでパクッっていう、はい、まあ、使い方ができるんじゃないかなと思いますね。次はですね、これです、じゃん、はい、デッドスローラーっていうシャッドテールですね。これめっちゃ触り心地気持ちいいわっていうぐらいボディ全体に深いリブが入ってます。はい、深いリブが入ってます。で
シャットテールワーム、まあ皆さん何かしら多分使われてると思いますし、1年の中の釣りにおいてもね、非常に出番のあるワームかなと思うんですけれども、ゆっくり超デッドスローに巻いてもしっかりテールが泳ぎますよっていうシャットテール、これはね例えば、低水温期とか春先とかっていうやっぱりこう魚の動きが少し鈍い時、それでも強いパワーが必要な時っていうのがやっぱりあって、まあどうだろう、1月2月3月、まあ、2月3月とか特にかな、シャローに上がりたいんだけどまだ低水温でも餌は食いたいっていうタイミングで、水をこうしっかり噛みながらゆっくり泳いでこれるものっていうものに、シャローに上がってくる、まあ、一瞬のタイミングでね、シャローに上がってくるようなフィーリングのバスとか、まあ、もうちょっと時期が進んでくるとメスですね、いち早く産卵をちょっと意識して捕食活動を始めてくるようなメスバス、はい、なんかにはすごくね、こういったアクションのこう、まあ、シャットテールとか巻物系がすごく効果的になるんですね。でやっぱりね超スローに巻くと泳がないシャットテールワームって、まあ、ほとんどだし、ある程度テールを動かそうと思うとやっぱ早く巻かなきゃいけない。でも早く巻くとやっぱりさっきも言ったように低水温期のスローの魚っていうのにはちょっとやっぱりスピードが速すぎちゃって、それはちょっと追いつけないっていうバスも結構いるんですね。はい、なので水の抵抗をちゃんと増やします。それによってゆっくりにしますっていうための深いリブなんです。はい、ここに水をしっかり噛みます。ブレーキの役割にもなっているんでね。はい、でそれによってこうゆっくりも動くし、ちゃんとそのゆっくりでもしっかりとテールが追従して動いてってくれると、はい、いうことで、まあノーシンカーだったりウェイテッドフックだったり、まあ、あとはスイムジグとかでもね、いいとは思うんですけれども、まあ一番このデッドスローラーのポテンシャルを発揮できるのはやっぱりノーシンカーとかかな。シンカーがない状態、やっぱシンカー入れちゃうと速くなっちゃうんで、落ちてくのも速いし、レンジキープしようと思ってもやっぱ速くなっちゃうし、じゃなくてやっぱりこうラインの比重を使ってね、しっかりとノーシンカー状態でもテロ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 って動いてくれるような状況がねやっぱり良かったりするし、その状況にマッチするシャットテールワームってやっぱなかなか世の中に少なかったりするんで、僕自身もすごく期待しているのがこのデッドスローラーと呼ばれるシャットテールですね。でこれね、サイズ2種類あります。 4.8 インチと 5.5 インチあります。で 4.8 がだいたい4月ぐらいで、 5.5 インチに関してはその翌月5月ですよね。まあ、それぐらいをめどに今作っていますっていう話です。はい、ということで、まあ、シャットテールワームたくさんあるんですけれども、とにかくゆっくり巻いてもね、ゆっくり巻いてもちゃんと水を噛んでテールがしっかり泳ぎ切ってくれるっていうワーム、まあ、スインベイトと違ってカバーもね、攻めれるし、沈み物の上とかもちゃんとこう当てながらね巻いてくる、根掛かりの心配がないっていうところもあるので、しっかりとカバーを絡めて、そしてゆっくり誘うという、こういったシャットテールが発売になります。次はですね、ドリフトフライ4インチ。ちょっとね、今これは物がないんですけれども、ドリフトフライ3インチのドリフトフライはもう皆さん多分使われている方多いと思いますよね。まあ、ジグヘッドに装着したりホバストやったりっていう、まあ、とにかくこう細かいベイトフィッシュをバスが意識しているような時とか、そういった場所ですよね、ワカサギレイクだったりっていう、まあ、そういう場所で、ね、すごく、重宝してたのがドリフトフライの3インチなんですけれども、まあ、1インチサイズアップして4インチ、はい、これが出ます。でね、特徴としては、まあ、大きな特徴としてはこのお尻かな、お尻、はい、こう膜があって、そこで水を掴んでアクションに持っていくと伝えるというところですね。でこの膜を切ってもらうとスプリットテールって言って、こう小魚のお尻尻尾みたいな感じでこう枝分かれしたお尻、まあ、この形状もね、まあ自分で現場で切れば出せるということで、まあ、これもね、ジグヘッド、そしてホバストとかかな、やっぱり、まあ、日本のこのフィールドには絶対いるだろうっていう、サイズ感のこう、まあ、ベイトフィッシュですよね、まあ、それをイミテートしてるんで、まあまあ出番としてはまあ間違いないかなって。で3インチよりもやっぱ存在感があるんで、まあ、ちょっとこう風が吹いたりだとか、濁りが少し入ったよっていう時なんかも、そのワーム本体の存在感も出しながら誘えるっていうところが、まあ、4インチのすごくいいメリットだと思うので、引き続きですね2022年も、はい、3インチに続いてこの4インチも、使っていただいて、全国のこうベイトフィッシュを意識したバスをね、これで釣っていきましょう。はい、
はい、続いてはですね、こちら、じゃん。これね、去年もこの場所で僕は伝えた記憶がある。はい、ただ今年発売になるのはバウンティフィッシュの140というね、去年発売したのが158なんで、まあ少しダウンサイズ、はい、したモデルの、バウンティフィッシュになります。これね、やっぱりこう便利なんですよ。とにかくカバーに対して突っ込んでいけるっていう。でそこで移動距離の短いテーブルターンを出せる。うん、でネイル進化とか入れるとやっぱレンジも下げれると、いうことで、意外とやっぱカバー周りでしっかりとこう誘いたいよ。うん、で冬の間ハマってるようなブラストボーンとかね、まあ、ブラストボーンもこうゆっくり首を振るタイプのビッグベイトなんですけれども、まあさすがにそれだと差し込みにくいよっていうカバー周りとか、根掛かり怖いなって思うところなんかは、僕は、まあ、最近も実はやってるんですけどもね、ネイル進化を入れてっていう感じで、カバー周りでね、使ったりもします。で140にすることによって、やっぱりこうアベレージサイズがちっちゃいようなため池だったりね、うん、小規模な川だったりっていう、まあ、その魚、釣れる魚のサイズ感もこれでやっぱり選ばなくなるし、まあ、対プレッシャー対策ってところを考えれば、まあ、着水音も抑えれます、うん、ボリュームもちょっと抑えれるんで、これによってクーバスもやっぱり増えるんじゃないかなっていうところもあると思うんで、まあ、そういった感じでフィールドによって使い分けてもらえればいいんですけれども、コンセプトとしてはしっかりカバーにぶち込めて、でそこで移動距離のかなり短いテーブルターンドコクをしてくれるっていうのがこのバウンディフィッシュの強みですね。はい、今これフックは50かな、はい、50をこう刺してるんですけれども、フックをつけるときにちょっと要注意で、このボディというか頭の下側ですよね、下側のところになんかこうほくろみたいなボッチがついてるんですよ。そこにオフセットフックを最初ね、頭から刺したときにそこにオフセットフックを抜いてください。なんでこうフックを出す時のための穴ですね、目安となる穴なん でこれに合わせると何が起きるかというと、ヘッド、ここですね、ヘッドにこの糸を結ぶ藍が出ないんですよ。要は藍がこうボディの中に埋まってる状態ですね。はい、この状態にしてください。はい、ボディから藍が出ちゃうとやっぱりカバーに突っ込むっていうことを考えると、例えばなんか葉っぱ引っ掛けたりだとか、足がまとわりついたりだとか、ウィードのカスがとか、うん、あのいろんなこのやっぱ物がね、この藍に絡みやすくなるんで、とにかくこのバウンティフィッシュカバーに入れてなんぼのルアーです。はい、カバーに入れます。そこでやっぱり気持ちよくしっかりと着水点から移動距離の短いテーブルターンをさせていくために、こういったフックセット方法ですね、これはぜひ皆さんもやってください。はい、ということで4月ぐらいに142のバウンティフィッシュが発売になります。はい、続いてこちらです。じゃん、ビルビルワイド 75F。 はい、まあ、去年ですね、リルビルというこのショートリップの細身のタイプのこのミノですよね、これが発売になって、今回この今年に関しては 75mm です。はい、 75mm です。でこの 5mm、 たった 5mm なんですけど、これをすることによって何が起きるかというと、ベイトフィニス、はい、ベイトでのキャストができるようになるんですね。まあ、ベイトのどうだろう、ライトアクションとか、まあ、ML ぐらいかな、はい、のロットだったら十分にね、こう捌けてしまうっていうのがこの 75F の方になります。でこのミノね、すごくよくって、要はバーッと超高速巻きしてももう動き絶対破綻しない、もうバーッとしっかりとねきっちり泳いできてくれる。で対してこうアクションをつけた時も結構キレのあるダートアクション、なんか物に引っかかるかなと思ってもスッと浮いてくるフローティングタイプってことで、浅くて根がかりの多いような川とか池、まあ、そういったところでね、すごく出番の多い、まあ、リルビルシリーズですね。まあミノーなんだけど、小型のミノーなんだけど、ちゃんとベイトのね、ベイトフィネスとかで投げてもこう巻き抵抗をしっかり感じれるようになってるんで、何をやってるか、どこを巻いてるのか、うん、っていうのがこうアングラー側にもね、すごく伝わりやすいっていうのがこの、まあ、リルビルのいいとこかなと思います。まあ、ワイドリップになってるんでリップが結構でかいんですよ。なんでちゃんとそこで水を噛みますよ、うん、っていうところで、人間側もすごく扱いやすい、超優秀、うん、でそしてメリハリがすごく効いた小型のショートリップのミノーですね。まあ、これ去年も言ったかもしれないんですけど、このショートリップの細身のミノーっていうのは僕自身ね、最強だと思う
こう使い時っていうのが実はあって、まあ、去年はあんま出はなかったんですけれど、減水したため池です。はい、もう超減水して雨が降らなかったりねして、土減水して水深がもうね30センチとか50センチとかっていう、うん、え、これ魚いんのっていうフィールドでも、水中のこう、まあ、イルバスに対してリアクションをかけていきたいっていう時にミノを巻くんですよ。はい、バーッと早く巻くんですよ。これがねめっちゃハマる時があって、でクランクベイトとかバイブレーションと違ってやっぱミノなんで動きもこう弱めなんでね、プレッシャーも、まあ、一箇所に対してのプレッシャーっていうのも、非常に与えにくいっていうのが、まあ、ミノの特徴でもあるので、まあ、そういった条件でねぜひ今年はちょっとはめたいなっていうところあるんですけれども、日本のねベイトフィッシュにはもうドンピシャかなっていうサイズ感なんで、ぜひまた発売になったら使ってみてください。はい、はい、次がラストになります。これ僕注目してました。はい、ご覧くださいやべえなこれ。今んところロングアームとしか聞いてないです。はい、16インチあります。16インチあります。うん、まあ張り持ちいいだろうなっていうのがこれまず一つで、なんせやっぱね細い、うん、で多分この直径が、5ミリ以下、どの部位も5ミリ以下になってて、唯一例えばこの進化を刺すとこかな、進化を刺す頭のところは少し太くなってるんですよ。でネイル進化を刺しやすく多分してあるんですけれども、ここの部分でも5ミリ、うん、でこう動かした感想としてはこの復元力というのかな、一回こうちょんとアクションをピュッと入れるとこうブワーッとこうね漂うような、うん、まあこうすぐにこう反発して戻んないんですけど、こうブワーッとこうじゅわーっと水をいちいちそこでこう動かしながら、はい、形を変えていくっていう。だからワンキャストでいろいろアクションさせると思うんですけれども、一度として同じ形状になってる時があるのかなっていう感じの、このやっぱり16インチで細身であるがゆえにこの形状変化っていうのがやっぱすごいんですよね。それによって、うん、まあバスも、うん、なんだこれっていうね、感じに多分なると思うし、まあプレッシャーというか飽きさせにくいかなっていう、うん、感じにも、僕は思ってます。はい、で、脳進化ワッキーで使ってもいいし、うん、ネコリグですね、まあ、こういったところがこう主な使い方に、はい、なるかなっていうところなんですけれども、そのやっぱりね最近ストレートアームたくさんあるじゃないですか。たくさんあるんですけれども、ストレートアームもやっぱりこう強弱があると思うんですね、うん、でやっぱり線が細いほど水を動かす力ってのはやっぱ弱くなる。で太ければ太いほど水をしっかりと動かしますよっていう感じになるので、どっちかというとかなり弱いタイプのストレートアーム、現状のその日本のねフィールド、まあ、かなりプレッシャーかかってるところばっかりだと思いますし、僕が行くところもね、まあプレッシャーかかってます。はい、人もたくさんいますっていうところでも、ちょっとやっぱ線形を細くして、うん、よりこう食わせに特化したもの、そしてナチュラルに動くものっていう方がやっぱりいいっていう条件もね、あったりする、うん、ワンチャンこれだって真ん中で切ったら8インチでしょっていう使い方もまあできるかもねっていう、はい、ところですね。ということで、まだ現状ちょっと名前は決まってませんけれども、かなり面白い、アイテムがね、来たんで、はい、僕自身も使うのが楽しみです。はい、はい、ということで2022年の、ジャッカルのバスルアーのニューアイテム、まあ、これね、一部をご紹介しました。モチベーションやっぱ上がりますよね、こういうニューアイテムをね見ると。はい、でまだまだね、まあ、バスもそうだし、ソルトもあるしトラウトもあるし、それから最近僕がやらせてもらってるビーグッドファンエッグってところもね、ブランドも、はい、続々とまだね、ニューアイテム控えてますので、まあ皆さんがやられる釣り、はい、ここの新製品とかね、ぜひジャッカルの中でも注目していただいてですね、皆さんがね2022年の釣りをより楽しめる、まあ、そんなアイテムばっかりだと思いますんで、ぜひご覧になっていただいて、モチベーションをどん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 上げていただいて、次回の釣りに行くタイミングに集中力を持って釣りしましょう。ということで2022年のジャッカルニューアイテムの紹介でした。